ちなみに今14チームで募集してる職業ってどんなのがあるんですか？あ、割と全体的に出してますよ。あ、そうなんですか？あのやっぱりプロデューサーも募集してますか？プロデューサーね、変わる、はい、絶対やだやりなよ、言うやっちゃいなよ、こんな格好したくないあれは好きでやってるだけだよ。あのね、こんな格好してあれ今日日賀さん何そっちゃうの？いや違いますよ。いや僕はもう本当にもう通常吉田さんの後をついていこうと。こんな格好して調子いいこと言ってるだけで済むんならいいけど、この人だってさ、家帰ってすぐ会社呼ばれて仕事してさ、はい、で海外から何かあったらまた会社出社してとかでさ、だって日本だけじゃないんだもん、サービスしてんの。世界中から呼び出されてまた会社行ってとかやってんだよ。そう。でさ、海外行って帰ってきて次の人がさ、はい、別にほら日本は平日だから当然勤務日ですよね、はい、みたいになって働いてるんだよ。すごいよね。こんな仕事したくない。それは確かに、あの真似ができない、正直言って。同じようについていける気がしないっていうんですか、ね、分散すりゃいいんだと思うんですよ、うん、何人かで、はいはいはい、でもね、誰もやりたがらないそうですねあんたのせいだ指が刺すないや、うん、いやでもそれは確かに、じゃあ変わるかって言われると吉田さんの真似は僕はできませんっていう人は多いと思います。だってほら、プロデューサーとディレクター両方やってるけどさ、うん、普通プロデューサーとディレクターってさ、うん、別々の人がさ毎月働くわけじゃん、まあね、それを一人がやってるわけならさ、2倍働くわけじゃん。そう、できちゃうんだもん。でも給料2倍になんないからね。ならないよ。あ、その話はなんか前回怒られた気がするから、このぐらいにしとこう。それが残念だからね。ああ、まあ確かにそうです、ね。ならないんすわ。まあまあ。ありだと思うんすけどね。だから別に2倍働いて2倍仕事してんだから給料出るかってやっぱ日本出ないじゃないですか。1回だけね、うん、条件交渉の時に言ったことがあります。あ、言ったんすか。ぶっちゃけ2倍どころか3倍ぐらい俺働いてんだけど、どうなってんのって。誰に社長に言って。あ、社長に。俺こんだけやってんだけど、どうなん給料。うん、うん、って言われる。あー。ちょっと否定はしづらかったから、否定は飲み込むしかなかったみたいな、ね、お前そんなに働いてねえじゃんとも言えないし、ね、そう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 、出しましたもんね。 やってる以上はやっぱりしっかりね、俺これだけやってるけどって言ってここまで俺来たんで、はい、確かに言ってはコメントで驚きの白さって書かれてるんですけどいや驚きの白さですよ